前回のプラネットオブフードは新年一発目の配信ということで、スペシャルゲストに水道橋博士と、不思議な変ですね。いや、夢の中に出てたのは僕じゃないですかね。バリの大富豪、兄貴こと丸尾隆俊さんに来てもらいました。兄貴おはようございます。すぐ目の前にはとっても豪華な12人座れる食卓がありまして、そんな2人を招いてのトークテーマはこちら、普段飯さらけ出しスペシャル。モーニングを毎朝作ります。これ的にはこれはアグネスラムって呼んでるんですよ。はいはい、アグネスラムですよ。皆さん、これがバリグリバリグリ。まずポイントからベッキングダッグの5倍。今回はこの続きから。では続いて博士、あなたの普段飯のこだわりを教えてください。はい、カップ麺の味変ですね。カップ麺を味変するんですか？あ、しますします。シーフードヌードルにあれですね、上にわかめ入れたりあれしてですね、あとなんすか、チキンっぽい、鶏肉チキン、鶏チキン、うん、へえ。卵もこっちで入れてますね、あのオリジナルじゃなくて。いいアイデア、うん、好きですよ、いいアイデア。はいはいはい。そしてここでも桃屋の刻み生姜、刻み生姜がいっぱい入れてます。あと酸味を入れた生姜、他の生姜も入れてますね。俺が至ったのはこれ上に入れてるとスペースが限界だから丼に入れてみたんですよ。ほうほうほう、なるほど。いろんなの置いてますね、また、うん、ええ、はい、そしたらうまくなかったです。これダメなんですか？ダメ、まあ、ダメでしたね。ビールだったら缶よりなんかグラスに注いだ方が美味しいと同じで、カップヌードルもね、ええ、丼に入れた方が美味しくなるんじゃないですか？いやー、カップヌードルってね、何億食として食べられた世界的な食べ物だから、形式っていうのは あそこで完結できてるんですよ。カップヌードルがああいう丼形式の方が美味しかったら丼に容器をするんですよ、日清だって。でカップにしてああいう風な形で売ってるっていうのは、そういうことか。傘を込めて、かつあのフォークでこう吸っていくって、そしてつゆをこう飲んでいくっていうところに味の醍醐味があるようにできてるんです。カップヌードルのスープをレンゲでこうやってすくって飲んでも美味しくないです。すごくあの丼で食べた時に味が抜けたような感じで、味変してもうまくないです。どうやってもうまくないんですよ、ね、どうやってもうまくない。しおりさん、さすがにやったことないでしょ、そんなこと。めんどくさいよ、すごくめんどくさい。はい、お、たくさんお皿洗うよ、大変でしょ。 No thank you、 no。 博士が今たどり着いた最高の味変はどこなんですか、ちなみに。ミニトマト、卵焼き、こちらのレタスだったっけな、レタス、まあ、火を通してるやつですね。はいはいはい、あともう全部トマトに至るまで、ええ、あのフライパンで焼いてます、ええっていうのは、冷たいものを乗せると一気に味が落ちます。ぬるいカップヌードルって途端に美味しくない感じあるもん。美味しくない、うん、でもどうですか、カップ麺とか食べるもんですか、兄貴は？大好きですよ。本当ですか？本当に大好きです、はい、本当ですか？兄貴なんか好感度上げようとして嘘ついて、もうあの幼少期からずっとあのね、あのもうチキンラーメン大好きですね。あの山陽食品、札幌一番大好きです。食べない週はないです。兄貴のような人でもカップラーメン食べるんですか？食べます食べます、あの1週間に数回は必ず食べますよ。いくらお金を手にしても食べたいなっていう。いや、あれはもう子供の頃のソウルフードなんですよ。ああ、ソウルフードなんですかね。ええ、あ、味がもう脳の中に残ってるから、札幌一番塩ラーメンじゃなきゃいけないっていう脳がある。美味しいんですよ、本当に。刷り込みがやっぱあるんだな。
はい、もうあの擦り込まれきってます。 あなたの家広いし大きなテレビ、隣テレビ見える。でもなんで安っぽいのラーメン食べたい？あのね、値段じゃないんですよ。あの命の恩人なんですよ。本当にね、貧乏してた時からやっぱりね、いや本当にね、牛丼食べれるだとかね、うわよかった、札幌一番味噌ラーメン1個あったわみたいな発見した。いや本当命拾いしたんですよね。だから実はね、まあ大阪に育ったんですけど、もう幼少期ね、母親いない父親いないでね、本当にね北極に住んでるね、本当イメージだったんですよね。そういうね、チキンラーメン一つ見つけることが本当にハッピーだったんですね。命の恩人を忘れませんよ、人は。ああ、いい感じ、ありがとう。もう見捨てないわけですね。お前はもういいよってね。はい、あ、なるほど。さあ、そんなね、兄貴自身のなんかこだわりの麺類とか何かございますか？これはね、あのミーアヤムっていうのがあるんですよ。直訳したら鶏そぼろラーメンなんですけど。また鶏ですか？やばい、もうインカ帝国、よくわかんないぐらいうまいですよ、本当に。あのラーメン界のシャーロックホームズ、何をどない混ぜたら粉になれるのかっていう、ね、はいはいはい。じゃあラーメン界のジャンヌダルク見てみましょうか。はいはいはい、これやばいです。ああ、もう本当屋台なんだな。ハロー、ハロー、なんかいきなり通い慣れてる感があります。これがね、みかん水、懐かしいでしょ、皆さん。みかん水、みかんの水割りの、なんていうの、あのちょっとガムシの甘みをつけて、はい、なります。明日はこれすごいよ、これ。これがね、バリのドドンラーメン、これがね超美味しいラーメンなんですよね。今日はスプーンで食べるんですよ、なんとラーメンをね。はい、このボリューム、これがね鶏そぼろラーメンですね。これがもう本当名店ですよ。でまずこの卵に、まあ、あのスプーンでもいいんですけど、こうお箸をこうポンと入れていただいて、パカンと割るんですよ。おいしそうでしょ、これ、はい、でこれワンタンがちゃんとこう入っててね、こうワンタンがプルプルのワンタン入ってますね。でこれがね、お魚のね、ここは、はい、ミートボール、これもね全体色で、あの鶏一匹をミキサーにかけたようなそぼろです。Oh, wow. いただきましょう。はい。うまい。兄貴、似合うな、屋台が。バリトミタ、ぜひね、食べてくださいっていうね。で、僕の場合は、ここに、こう、天然海塩。はい、海塩をボーボー入れるんですかね、これ。おぉ、わぁ、甘辛ラーメンなんですけど、結構入れますね。まあノーマルでいくとそんなに辛くないので、僕はこの辛いのを2個入れます。こんな感じ。あ、辛い、もうね、はい、はい、ベリーホットで食べたら、さらに美味しくなってるっていうね、素晴らしいラーメンです。はい、いただきます。これ味変自由なのがいいね。あ、うん、とっても美味しい。あ、やばい。いやいやいや、あのみかん水ついて300円、やばいやばいでしょ。あれも全体食なんです。全体食多いんですよ、バリ島。本当になんか兄貴の好みっていうか、バリ島の食の分、インドネシア全体の食文化っていう、そうなんです。本当に体にいいもんばっかりいただいてますよ。いや、すごい体に良さそうで。これウコン、ウコンですよ。これでね、まあ、30円ぐらい。安いな。これをね、一つね、庭に植えるじゃないですか。こんな感じでもいいから庭に植えるでしょ。いくらでも増える。だから、生命力の強い植物なんですよ、ウコンって。これ一つ取るでしょ、こうやって。はいはいはい、はい、こっからまたボーボー出てくる、ボーボ
え、それをそのまま植えるんだ。多少まあ土が良くないとダメなんでしょうか。いやいや全然大丈夫です。置いただけでもいけますか。土の上に置いただけでもガンガンね生えて、はい、ダメ。だから生命力のねより高いものをね食べるっていうことを意識したら絶対健康ですよ。なるほど。ウコンはね、ウコンの力とか錠剤とかすっごい日本で売られてるけど、もう直接食べた方がいいね。あ、本当そうですよね。バルコニーとかね、日本でもね、いくらでもプランター出てきますよ、これあったら。はい、いいね。ウコンちょっと育ててみたくなった俺。あ、ぜひぜひ、体にいいですから。ああ、面白い。Yeah. ジャムっていうね、実は飲み物が、はい、これ、うんうん、これね、これココナッツシュガーって言うんですよ。ココナッツからできる砂糖。うんうん。それ食べちゃう、食べちゃうとかかじっちゃうの？これかじれます。美味しい、美味しいです。黒糖みたいので日本名黒糖に似てますね。ナチュラルシュガーですよ。ナチュラル、ナチュラル来ましたわ。これこれ明日これ、ね、これこ れ, これがズバリ何ウコンジュース。ウコンジュース甘みはこれから取ってます。これはね、うちのねスタッフのお嬢さんが作ってくれるんですよ、みんなでこぞって。厳密に言うたら庭から取れるものほとんどで形成されてて、限りなくタダに近いです。どうぞどうぞ。わー、おー、ほいほいほい、ほうまい。おー、めちゃくちゃ説得力あんな。めちゃめちゃ体にいいし、ほんでね、はい、お年寄りからね、お子様、ちいちゃいお子様までとっても美味しく飲むことができます。毎日飲んでるんですよ、毎日。これね先輩ね、これ生姜も入ってるんです、実はちゃんと。生姜そのものも生姜入ってるんですね。別に、はい、生姜も入ってます。日本で売ってほしい。はい、本当ね、これ売ったらいいのになと思うんですよ。デパートの地下とかでね、駅とかでね、ちょっとこれ一杯飲んでから行こうとかさ。いや、本当スタンドでね、うん、そうそうそう、500円取ってでもいいから、立派なね、でっかいジョッキに入れて、グビグビグビって、絶対元気になるんですよ。流行りそうですけどね。流行りそうな気がする。先進国、高すぎ、これが。本当に。高すぎね。ねえ、おかしいぐらい高いでしょ。アメリカも日本も。生姜もね、実はね、日本でもただみたいな感じやったんですよ、昔僕ら子供の時は。生姜の天ぷらとかね、50円で売ってたんですよ、僕子供の時は。当たるじゃない。そうですか。で、美味しいんですよ、本当に。美味しかったね。ウコンってこんな錠剤になってるもんね。そう、ね、こういう。さっきみたいに、この丸かじりで食べれるものをさ、わざわざこんなサプリにする必要ないんだよね。で、このね、先輩、この怪しい物体あるじゃないですか、これ。わあ、めっちゃ怪しいでしょ。わあ、デイツってご存知？デイツ。あ、知ってる。はい。知ってる。ヤシの木のチョコみたいな。で、これが、これをくちゃくちゃにして。ね、固めて発酵させて水分、無駄な水分飛ばして、めちゃめちゃ酸っぱい食べ物なんです。これも入ってるんですよ。めちゃめちゃ体にいいんですよ。自然食品店で日本でも最近流行ってきましたよ、デイツ。そうなんですか。はい、はい、これを作るのにデイツが100個いります。あ、体に良さそうだな、その丸かじりっていうのはね。はい、間違いなく先輩グラビアですよ、これ。もう意味が違ってきてますけど。はい、ぜひいらしてください皆さんね。はい、ご視聴。はい、リゾートですよ、僕。うわ、うわ、おお、来た。おー、ノー、あたたかいよ。すげーなー。わー、いいなー。はい、ちゃんとリゾートです。はい、ね、うわー、ぜひお越しください。いらっしゃい。うわー、ビーチフロントなんでね、お越しください。ビーチフロント最高じゃん。来たいじゃなくて住みたいになってきた。
住みたいですよね。ぜひぜひぜひ。でもあのこの家はエアコン入ってるよ。あの自然の風も気持ちいいんですけど、エアコンも入ってますね。エアコンもあります。うわ、はい、すごいな。はい、あのこんな感じですよね。なこっちがあの表、中庭はこんな感じ。はい。わあ。わあ。これ中庭です。Oh, oh my God. いいな。いいよね。なんか。では続いて博士、あなたの普段飯、そのこだわりを教えてください。カレーも毎日食べます。俺の一番好きな、まあ、チェーン店でいうとエリックサウスっていう南インドカレーのチェーン店あるんですけど、テイクアウトのやつですかね。テイクアウト、テイクアウトです。これテイクアウトのチキンカレーです。とにかくエリックサウスのいいのは自分で辛さを変えられるってことですね。無限まで辛くできるから自分の手元でできるんですよ。この奥にありますよね、銀色の、あの銀色のやつですね、はい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 、味変できるようになってるんですよ。種類、これが 1,2,3,4 個か、プレート4プレートだけど 4個の味だけど、だいたい10種類ぐらいあるんですよ。そこからチョイスしてる感じなの。で、これビリヤニっていう、そのな混ぜご飯っていうのかな、日本。もう味がついたご飯にそこにまだカレーをかけてっていう。はい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 。いや、エリックサウスは、ね、値段といいあれですね、とにかくまあ外れるがないですね。だってもう味も豊富だし。いや美味しそうだな。もうそこで全然満足なんですけど、曲がりカレーっていうのも流行ってて、月曜日のスリランカっていうお店あるんですよ。中華に1日だけやっているカレー屋さんがあって、ここはやっぱちょっと最高だなっていうぐらいうまいですね。漬物的なものを持って、うんうんうん、全部美味しいんですよ。白米に煮込みを入れていくみたいな感じのメニューもあるし、うんうん、まあインディカ米に一番合う食べ方ですよね。エリックサウスもそうだけど、やっぱカレーと、あの日本米より絶対こっちの方がうまいですね。シドニーさん分かる？ちょっと潮流種っていうか、日本の米よりも長い感じの米になってる。はい、I know。アメリカもある。ある？はい、ジャスミン、ジャスミン。ああ、ジャスミンライスって、はいはい、ああ、ジャスミンにも やるよね、これでね。それでこのメニューにこの何があるか、こう今手書きであるように、うん、あの例えばパリックっていうのは豆カレーのあのやつね、パリパリっておるやつだけど、エビカレー、チキンカレー、ウリのカレー、ハヤとウリチャウチャウカレーっていうのと、うん、とこれは3種類だったね、この間のやつはね、うん、チャウチャウカレーって何ですか。ウリですね。ウリ、うん、インドだとこうこの緑色の、うん、この葉っぱの下に展開するんですよ、うん、色をね、うんうんうん、でも絵画的ですよね、うんうん、バナナの皮みたいなやつ、はい、そうそう、バナナの葉っぱ、葉っぱ、はい、本格的には手で食べるんだと思うけど、手で、うん、でもね、ご飯だとボロボロになっちゃうから、さすがにそれはスプーンとかじゃないですか。いや、まあ本場は手でいくっていうよ。そうなんですか。そう、へえ。味のなんていうのかな、ミックス度が高くて、うんうんうん、もう食べ終えた時に、うん、クラックラするね。あの脳がいろんな、なんだろう、味を認識できてないのよまだ。あ、いろんな味がありすぎてですか。ありすぎて、だからそれが一気に来ちゃうから、なんかフラフラっとするんだよね。へえ。健康食。うん、健康食。食の中に医療があるように、やっぱ、はい、さっきも言ったように完全食にしようとしてるよね、なるほどね。もあのターメリックも全部入ってますよ、それね。入ってますよね。なるほど、すごい体にいいです。ねえ、シドニーさんどうですかこれ。エリックサウスのカリープレート、うん、ちょっと好きじゃない、うん。どうしちゃったのまた、うん、あの私お母さんでしょ、うんうん、あの子供おむつ変わるでしょ、うん、時々子供うんちするでしょ、うんうん、はい、その感じ、はい、だから、はい、
そこを一番つなげちゃいけないやつだよ。それはいい懲らしめよ。それはどうかな。まあでもあれでしょ、本当高円寺っていうところが本当カレーの名店揃いなんで、まあいい意味で刺激し合ってますよね。まあまあカレーで困るってことは絶対ないな。カレーで困る、悩んだことないですけど、カレーで困らない。いやなんか美味しいカレーがないと嫌だね俺は。ああ兄貴はどうですか、カレーとかは普段召し上がったりして。 大好きです。カレーの醍醐味ってカマンベーでしょ。そうなんですか。いやいやもう丸飲みで、あ丸飲みでっていう感じで、本当にね僕の中ではねジュースみたいな食べ物ですよ。まあカレーは飲み物って言いますから、ね、カレーは飲み物って、まさしく飲んじゃうんですね。いや飲む分腹持ちいいんですよ。だからで結果太らないっていうね、素晴らしいでしょこれ。どういうことですか。いやカレー食べるとねがっつり食うとね一食二食減らせれますよ。お腹すかないからってことですか。すかないすかない、飲み込んでるからなかなか消化に時間かかるじゃないですかやっぱり。その兄貴の、流儀がちょっと分かんないですけど、え なんとか米も食べますよね。はい食べるけど飲み込むでしょ。なんかついでついで的な、お米がついでになれるじゃないですか。ただ日の丸弁当やったらめちゃかまな入っていけへんじゃないですか。なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、では兄貴あなたの札飯そのこだわりを教えてください。結構ステーキ焼くんですよね。お、ちょっと大富豪っぽいフレーズがようやくちょっときましたね。はい、いや別に普通の人でも焼かはんのけど油で死ぬって言うじゃないですか人。死ぬほどうまいっていうのは死が近づくような調理法にありと興奮でるんですよね。だから美味しいもんばっかり食うてたら早死にみたいなイメージあるでしょ どっかに。で粗食に耐えたら長生きなんですよね、これ丈夫で長持ち。だからそのバランスを取るために僕ほら普段バビグリーンとか全体食でもすごい健康的なもん結構食ってるんですよね。そしたらやっぱりこうねこう脂の乗ったステーキとか行きたくなるじゃないですか。話整理すると、いやバビグリーンとか全体食はすごく体のいいものを生かすためのもので、ステーキは死ぬほどうまいって意味で自分を悪くするためにあえて食べなきゃいけないっていうことです、ね、はい、あの毒を持って毒を制す。ステーキ毒扱いなんですか。僕の中ではね政治家みたいな。ちょっとあの先輩考えてくださいこれね、高いやないですかはっきり言って、こんなもん毒でしょはっきり言ってね、それがチープでみんなも誰しも食べれてね毎日のようにね、普通に食材健康健全食材って言うんやったらね、じゃこ食うてたらいいじゃないですか、目指し食ってりゃもう万全でしょ。でもステーキって青みたい高いし肉が、ね、ほんで和牛和牛って売ってるわけですよ、ね、ほんでこんなはけるで体に悪いに違いないじゃないですか僕の中でははけるで。もうそこはちょっとよくわかんないですけど。いやいや、あの健康に悪い言うてませんよ。どっちかというと体に悪いということは、いろいろね、まあ、仕事いっぱいせな変えないとか、ぷりせえへんかったらお父さんも僕もそうですよ、届かないだとか、そういうイメージあるじゃないですか。その家計を圧迫するっていうことは、ね、健康を害するっていうことですよ。そこまで無理をして無理を重ねるから、あトータルですね、そこに至るまでも、ステーキに至るまでもひっくるめて、そういうことか。そんな中で一応今回なんか作ってくれた動画があるということで、はいはい、いただきます。見たい見たい。ニンニクとバターですか。ニンニクは、はい、バターをね、まず溶かしてもらって、はい、唐辛子ちょっと欲しいよ、唐辛子カットしていくよ、庭から庭から、こんな感じね、これね、あ、庭に唐辛子、あー、生成してます。今日ね、ガンガンこう胡椒っていうのはね、皆さんね、自宅で入れてる人、こういうの、はい、これはね、はっきり言って
3日もあったらカビ泣き始めるんですよ。あ、そうなんですか。だから色々どうするかなと思って、まあね、ステーキやってるんですよ今日は。ステーキ、ステーキやってます。ステーキが来ますから、こう近いからもうキノコはキノコでちょっと置いときたいかな。ステーキに添える感じですか。はいはい、そう、高いステーキ1枚6000円ですか。あー、あー、わー、肉は肉いいね。ニンニク触らなくて大丈夫なんですね。あー、これは、はい、このまま香り付けのニンニクバッケ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 。こちらはすでにこうやって作られたんですか。ミキの手作り、はい、すごい、買いました。おいしい、おいしい、やったー。ワオ、甘口ですね。あ、おいしいです。いただきます。はい。おいしい。甘い。うん。そう。野菜がたくさんで、ステーキが隠れています。いただきます。うーん、日本料理食べています。すごい塩コショウ効いてて、味もしっかりしてて柔らかくて美味しいです。焼き加減最高です。焼き加減最高。おー、美味しい。まだ俺だろ。いや、うまそうだったわ。ステーキソースの段階でうまそうだもんね。いやいや、うん、まあ、時々ね、時々、はい、時々、そうです、週に2回ぐらいかな。はい、でもしょっちゅう結構ありますね。週にステーキは結構あるんじゃないですか。はい、時々。ところ肉はでもこだわりはあるんですか。あ、わー、あのオージービーフもニュージーもアメリカの US ビーフも全部美味しいですよ。追いついてきます、ね、確かにそうですよね。どこの国もこうグローバル化することによって品質っていうのはやっぱ競争しますもんね、うん、なるほどって思っちゃうから、生産者がね。本当ヘッドハンティング先輩あるらしいですよ、これね。どんどんそういうね、食肉でもね、あ、作り手を、 あの輸入牛がね、あの安かろう悪かろうじゃなくなってくるよ最近。いや、本当すごい、本当にそれを俺感じてた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新春企画として兄貴と博士にお越しいただきましたが、ね、お二人にちょっと一言ずつ感想いただきたいと思います。博士いかがでしたか今日は。いや、俺ね、東京に住んでると世界中の一番おいしい料理が東京に集まってくるから、いろんな世界料理も知ってると思ってたんだけど、全然知らない京料理ばっかりですごい驚いたわ。全体食っていう考え方が僕も知らなかったんで、そうだ、あ、そういう考え方あんだと思って、勉強になりましたね。いや、もうすぐ食べに行く俺。あ、ぜひあのブログ上げてください。兄貴もチェックしに行くと思うんで。はいはいはい、兄貴いかがでしたか。やっぱり母がね、家庭料理と言われる部分で、ね、母が生み出す料理の数々っていうね、こういうことがもっともっとね、やっぱりこういろいろグローバリズムをね、こうバーンと叩きつけるようなね、イメージで、母さん料理で有名になっていただけるのが世界中にこう広がっていったら嬉しいななんて思いましたね、本当に。ああ、いいですよ、はい。一番のシェフはお母さんですからね。いやー、本当そう。はい、作るわけ。すごく面白かったよ。はい、はい。あの、ね、彼は自分の、うどんある。すごくいいよ。バリのいろいろ食べ物も勉強しました。ありがとう。全然知らなかった。はい。うん、ぜひあの遊びにいらしてください。はい、ちょっと、はい、飛行機怖いよ、飛行機怖い。飛行機怖い。なんか早く本当コロナ終わってね、いやちょっと行きたいです。パリ行くっていうのもこう知り合いができて、あの目標になりましたよ、ちょっと人生のね。ありがたかったです、うん、で先輩よろしく。はい、お願いです、よろしくお願いします。今日はこの辺で皆さんさようなら、バイバイ、はい、またね、バイバイ、ハッピーニューイヤー。